第3月曜日は「賢い消費者になりましょう」と題して伸びゆくサンダー15日号掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりりやすく解説してていいただいておりま,すまたまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報も伺ってまいります。 今日前半は消費生活センター相談員の宮下さんに今月の15日号の伸びゆくさんだ、仮想通貨の勧誘トラブルにご注意くださいにつきいてそして後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当今月は小寺さんにトピックスとして冬場に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意くださいなどお話をいただきまます。す。どうぞよろしししくおお願願いいいたます。お願いします では前半は宮下さんにご紹介いただきましょう。はい、えじゃあ今回えっと仮想通貨の関与トラブルにご注意を選ばれた理由をお聞かせください。はい。 あのインターネットを通じて電子的に取引される、ええ、いわゆる仮想通貨をめぐってですねあ、はい、あの高利率を謳う投資や離職商法のように利子うん、うん、配当金で財産を増やすことを謳って契約を進める勧誘トラブルが高齢者を中心に全国的に増加をしています。 分かりましたじゃあそういうことでぜひあの分からないだけで終わっているとついつい騙されてしまって今回の事例の,ことのような心配も出てくるということですね、はい、じゃあ,あの紹介していきましょう、はい、60歳代ののの男性からのご相談の事例です、はい、投資サイトの紹介で特定の仮想通貨を送金すれば、うん、専門家が値上がりすると判断した別の仮想通貨に買い替え。 2年後には返金すると説明されましたがこれは信用できるんだろうかという、はい、いわゆるおいしい話ですね。すねこれはもう気をつけなきゃいけない一つなんですが、はい、じゃあ詳しく,ご紹介ください、はいえー、仮想通貨というのはパソコンとかスマホを通じてです、ねうん、インターネット上で自由にやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データで。うん 通貨のようなな機能なんですね、うん、最近はお店やインターネットショッピングでの支払い、うん、あと振り込みとか送金などの資金決済ツールとして利用される機会が増えてきました仮想通貨の種類っていうのは1000種類以上もありましてその中で有名なものではあのビットコインですとかあ聞きます、ね、ニュースでも、はい、でイーサリアムですとか、はい、で最近あの不正流出問題のあったネムなどが。 はいはい、ありますすそうですね、はい、あのしかしあの、事例のように<い>仮想通貨は高利率をうたう投資の勧誘などにも多く利用されまして必ず儲かると言われ仮想通貨を購入したが儲かるどころか支払ったお金も返ってこないなど実際にに被害に遭うケースも増えていますなるほどね、はいえー、と平成29年4月に施行されたえ<い>改正資金決済法。 という法律では、はい、あの仮想通貨に関する新たな規制を設けまして国内で、えー、資金決済法上の仮想通貨とあと法定通貨の、はいえー、交換サービスを行うには、はい、仮想通貨交換業者の登録 そういうのが必要になりました、うん、つまりそのさっきおっしゃってたインターネット上で自由にやり取りできるこの電子データを私たちが普段使っているお金で買うという作業になるんでしょうかねこの交換サービスという行為はね。だっあ,、ね、あと仮想通貨を円に戻したりというああそうかそうかそのやり取り自体が交換サービスで,、はいはい、でそれをできるのは仮想通貨交換業者の登録が必要だとこれがまず一つのチェックポイントでしょうか

今確認しましたところそう、はい、ですね。あの平成三十年一月十七日現在の登録業者は十六社になっております、はいはい。そんなに多くないので確認そんなに時間かからないですね。あの一覧表になってますのですぐあの確認はあの簡単かと思います、ねええ。そうですかはいわ、はい、かりました。あの先ほどねあのおっしゃったようにあの仮想通貨というのは、うん、あの日本円やドルなどのように、ええ、あの国がその価値を保証している法定通貨ではないんです。 うん、ええ、はい、あの例えば100円玉とか、うん、あの千円札などのようなあの形のあるものではなく、うん、その価値を信用する人たちの間でのみ通用する電子データとなります。はい、はい、また、あの法定通貨のように、あのどこのお店でも使えるとは限らないということですね。うんええ、はい、あの相談者の方にはその仮想通貨の特性とあとリスク、うん、ね。あの大きなリスクもありますので、あの、はい、リスクを説明し。あの 安易にに契約しししないように助言をしましたとにかくあの必ず儲かるとか値上,、ね、値上がりしますよって言われても、はい、実体のないものに大金をこう渡すという,のう、ね、行為も絶対怖いと思いますので、はい、じゃあの今ご紹介いただいた内容改めてまとめてアドバイスをお願いいたします。はい まずあの契約先が登録のある業者かどうかについて、はい、あの金融庁のホームページで確認をしてください、はい、先ほども教えていただきました16現在は登録 1>,、はい、1月17日現在であるということなので、はい、そんなに面倒な、ね、作業ではないですね。仮想通貨にははい ただし、あの価格が急激に低下するリスクなど、はい、仮想通貨ごとにさまざまなリスクがあります。はいはい、ですので、あの仮想通貨交換業者の登録を受けているからといって、うん、あの取引にリスクがないということではありません。うん、これはじゃあ熊でも、はい、あの自分の自己責任というものが絶対につきまとうと思っておいた方がいいですね。はい、はい、お願いします。わ、はい、かりました。またあの必ず儲かるという言葉は鵜呑みにせず。うんはい

まず怪しいなと思ってください。はい、あの詐欺業者は最近話題になっていることですとか、ええと名前は聞いたことあるけれどもよくわからないような、はい、そういう言葉をね、あの巧みに利用して,関してきまそうですね。はい、はい、あのこのような業者にお金を一旦払ってしまうと取り戻すのはとても難しいです。はい、はい、とにかくあの相手は騙そうと思って話をしている。はい、こちらはのんきに気持ちよく今は特にあの東京オリンピック、うん、そうですね、あの 活躍されている状態などお家でゆったりと見てらっしゃる、はい、そんな時に突然かかってきてマック立てられて必ず儲かるっていうことを言われるとなんかわけがわからない間に乗ってしまいがちかもしれないので絶対に気をつけていただきたいですね。はい、気をつけてください,、はい。あと仮想通貨の特性や実態契約内容がよく分からなければ契約を断ってください。はい はい、この断る言葉も結構ですは曖昧すぎるので,、はいそうですね、はっきり。いりませんとあ。いりません。必要ありません。必要ありません。はっきりと断ってください。はいはい またあの仮想通貨の購入などでトラブルにあった場合や、うん、<laughs> あの少しでもあの不安を感じたときははいサンダ消費生活センターにご相談くださいはいご相談の方法は直接あのキッピーモールの6階に行かれる方法もありますし、はい、お電話でも大丈夫ですはいえっとお電話は月曜日からあお出かけも同じですね月曜日から金曜日までと、はい、2> 第二第四土曜日この日が祝日になっていたらお休みになりますが朝10時から夕方の5時 まで電話も大丈夫ですか？5時まででも、はい、大丈夫です。はい、えっ、ー、と電話番号をご紹介しておきます。電話55950595595059 55こちらの方にお問い合わせ、もしくはキッピーモール6階直接6階の方にお出かけください。あのー、プライバシー守っていただけるということですのでね。はい、安心してお出かけください。<laughs> ありがとうございました。まずは相談員の宮下さんに今月の15日号に出ていました仮想通貨の勧誘トラブルにご注意くださいについてお話をいただきました。では後半は消費生活ご担当の小寺さんにお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、えっと今日のトピックス、冬場に多発する高齢者の入浴中の事故、ご注意ください。これも時々お伺いしますが、まあ,あ,のあえてもう一度これを ピックアップされた理由ご紹介ください、はいえー、冬場に多発する高齢者の入浴の事故についてご注意していただくためにお話していきたいと思います、はい、入浴は身体を清潔に保つだけでなくリラックス効果も期待できる、えー、我が国の重要な生活習慣の一つですそうですね。一方入浴する際の身体状況や、うん、入浴の環境によっては、えー、意識障害を起こし溺れるなど<ー>重大な事故につながる危険がありますはい 消費者庁が55歳以上の消費者を対象に実施したアンケート調査によると、えー、持病がないふ、えー、普段元気な人でも入浴事故が起こることを知っている人には、うんえー、34%とどまるなど、うん、入浴事故のリスクが十分に周知されていませんでした、はいはい、また安全な入浴方法の目安である41度以下で、えー、10分未満に上がる を守っている人は42にとどまり、うんはい、浴室などを温める対策を全く実施していない人も36%存在するなど、うん、消費者の安全対策が不十分であることが分かりました、はい、こうした中で約1割の人が入浴中にのぼせたり意識を失ったりしてひやりとした経験をしていました。うんはい 今ちょっといくつかご紹介いただいたらやはりちょっとあれですね普段元気な人でも入浴事故が起こること、はい、そういうこともあるわけですねそれからあの41度以下で10分未満に上がるというこれもちょっとあの意外だなという気持ちょっとしたりもしますなかなか知らないことが多いですねではここからは注意点をご紹介いただけることでよろしくお願いいたします、はい、一つ目はどんな注意点でしょうか、はい 入浴前に脱衣所や浴室を温めてください、はい、温度の急激な変化で血圧を上下に大きく変動することで失神し浴槽内で溺れるケースがあります失神して溺れるということですね、はい、冬季に入浴中の死亡事故が増えることを意識し、えー、湯を浴槽に入れるときにシャワーから給油するとシャワーの蒸気で浴室の温度が上がります 湯沸かしの湯の場合は浴槽の湯が沸いたところで十分にかき混ぜて蒸気を立て蓋を外しておくことも良いでしょう入浴前に脱衣所や浴室をまずは温めてくださいという注意点でした、はい、ありがとうございますでは2つ目は何でしょう、はい、湯の温度は41度以下湯に浸かる時間は10分まで目安にしてください、はい のぼせてぼーっとするなどの意識障害が起こると、やがて体温は湯の温度まで上昇し、熱中症になる可能性があります。なるほど。はい、目安として四十一度以下の湯が推奨されているので、湯はあまり熱くしないようにしましょう。う半身浴の体温上昇は遅く、全身浴より心臓への負担が少ないとされていますが。半身浴でも長時間入浴すれば、体温が上昇する可能性があるので。 お湯の温度と浴槽につかる時時間を気をつけましょう。はい あの今ご紹介いただいたあの熱いお湯にうーってこう言いながら、そして入ってうーって唸るっていうのも日本のね。疲れ方の一つにもありますけども、お湯の温度は4 1度以下でお湯に浸かっている時間は10分までを目安にしてください。これをぜひ皆さん守っていただきたいと思います。あの眠くなるなというのは以前も聞いたんですが、意識をあのなくしかけなというね。なんか全然気持ちいいのとは逆の。 あの状況だよってことをちょっとテレビでもね。おっしゃったことがあるので、でねはい、もしかしたらそうかもしれないので、皆さん十分にお気を付けいただきたいと思いますね。お湯の温度4 1度以下使っている時間は10分まで、ぜひ目安になさってください。はい、はい。では、続いての注意事項を3つ目なんでしょう。はい、浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。はい。 入浴中に湯で体に水圧がかかっています、はい、その状態から急に立ち上がると体にかかっていた水圧がなくなり圧迫されていた血管は一気に拡張し脳に行く血液が減り脳は貧血状態になり一過性の意識障害を起こすことがあります、はい、浴槽内で倒れて溺れる危険がありますので浴槽から出るときは手すりや浴槽のヘリを使ってゆっくり立ち上がりましょう、はい これもついついはああった。まったって。ざっと勢い。よく立ち上がるあの癖がついていると思います。これ、本当に若い時からずっとされてたら。でも、あの最初の方にもご紹介あって、やはり55歳以上ぐらいになると、ねはい、今おっしゃったように、手すりとか浴槽の減りを使ってゆっくり立ち上がりましょう,という。とこれをするだけでも随分違うわけですね。すねはい、はい、3つ目、浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。ご紹介いただきました。では4つ目はいかがでしょうか？はい アルコールが抜けるまでまた食後すぐ入浴は控えましょうあこれもちょっと気になりますねご紹介ください入浴中の事故死の一部の検体にはアルコールの検出が認められたことが報告されていますそうなんですね飲食後に入浴する人もある程度いると思われますが入浴中の事故発生に影響があると考えられますので飲食後アルコールが抜けるまでは入浴しないようにしましょうまた高齢者では 食後に血圧が下がりすぎる食後低圧血によって失神することがありますので、はい、食後すぐの入浴は避けましょう、はい、体調の悪い時や睡眠薬等の服用後も入浴を避けましょう、はい、深夜や早朝は気温が低下することに加え、うん、同居者が気づきにくくなる可能性もあるので 入浴はなるべく控えましょうそうそですねあのアルコールが抜けるまでというそれから食後すぐは控えましょうというのは中にはまあ守ってらっしゃる方もありますけれどもなぜそうなんだろうという理由を今ご紹介いただいてなるほどと思いましたね,、はい、ねとにかく皆さんお気をつけいただきたいと思います。はい、もううつありそうですねください、はい 入浴する前に同期者に一声かけて見守ってもらいましょうああ大事そうですね。入浴中に体調の悪化等の異変があった場合は早朝に対応することが重要です、はいえー、入浴中の死亡者の発見経緯としていつもより入浴時間が長いことが多く、うん、救命されたケースでは発見が遅かったら死亡につながったりかもしれないと予想される事例もあります、はい、入浴時の死亡事故を防ぐには 早期発見が大切と考えられます同居者がいる場合は入浴前に一声かけ同居者は高齢者が入浴した時にはこままめにに様子を見に行きましょう入浴事故でひとたび心肺停止に陥ると非常に厳しいとされています。入浴事故の発症後の対策としてできるだけ早く心肺蘇生を開始しましょう。 公衆浴場等で体調が悪くなった時きの発見が早いため、家庭により入浴の心肺停止が少ないと言われています。はい、1>, 1人での入浴を避けるため、公衆浴場の利用を考えるのも良いでしょう。はい とにかくあの今からお風呂入るねということでだいたいいつも10分15分ぐらいの方だったら、はい、その間に高齢者でいらしたらちょっと家族の方が一声かけながら「大丈夫?」というのも必要かもしれませんね,ね、はいえー。入浴する前に同居者に一声かけて見回,見回ってもらいましょう。そししてお一人の場場合もしよかったら公衆浴場などは たくさんの目があるのでそちらを利用するのもいいのではないかなという、えー、冬場お風呂に入るのに高齢者の入浴中の事故、えー、いろいろと注意点などもご紹介いただきましたのでぜひ皆さん、えー、守っていただきたいと思いますそして今日もう一つあるようですね、はいはい、はい。ご紹介くださいはい、えー。総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせなどと書かれた書きが届き、はいはい、給料や動産不動産の差し押さえ 強を強制的に執行するといった不安を煽る内容となっています。あちょっとこ,これは怖いですけども、はい、あのつまりなんか家に届くんですか。そうですね。はがきの方が届きますね。ハガ、はい、法務省の方。 ももううそそれを語ったででですすねあそうなんですか、はい、でも最初にご紹介いただいた総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせってなかなかあの私たちの生活には密着してない、はい、聞いたことがないでもとてもなんかあの差し押さえとか。 そういう言葉を見るとドキドキしますねそういうはがきが結構届くんですか届きますねああそうなんですか、はい、もう少しじゃあ詳しくご紹介ください、はい、でこのようなはがきが、えー、架空請求であると考えられるためあそうなんですねはいでくださいああそのはがきには連絡をくださいと書いてあるわけですね連絡先がでもそこにしないようにしましょうとはい分かりましたはい この内容は1月31日に法務省を語った閣空請求ハガキにご注意してくださいという内容で実は三田防災防犯メールにて配信していますが2月に入ってからもセンターに複数の相談が入っていますそうですかこのようなハガキが届いたら業者に連絡せず三田市消費生活センター079-559 にご連絡ください、うんはい、そしてまた今後も新しい情報がありましたら、サンダ防災メールにて情報提供を行いますので、ええ、ぜひ、携帯電話、パソコンからの登録をお願いいたしますあ分かりました、この内容もサンダ防災防犯メールの方から情報発信があったということです。宮下さんやっっぱりこの2月に入っても、はいはい ポポロポロと、うん、そうですね、ええ、あの全国的にあの地方地方であったんですけれども、ええ、ずいぶん以前からそうですね去年あたりから増えてはきてたんですけども三田、ええ、の,の方にも年明けからあの複数相談が入るようになってますのでこれからもあのこういったはがきが届く可能性がありますので、ええ、十分ご注意ください、ええはい、とにかくあの普通に生活していたら「目にしない」ような言葉があったり、はい、そしてまたそこには「差し押さえ」とか、ええ、そうなんです 文面が怖いんです。怖いですね。でつい、そのハガキが身に覚えがないということで、そこに書いてある電話にかけがちなんですけど、それをしてしまうとどうなっていくんですか？あの、身に覚えのない料金を請求されますので、はい、あのま絶対に電話をかけないでください。かけてしまうと嫌な思いをしてしまいます。で、こちらの情報もなんかこう。お名前はとかって言われてしまって、全部あげてしまうわけですね。個人情報も聞かれてしまうのではい。とにかく。ハガキが 最近ちょっとサンダにもあの増えているようなので、身に覚えのない架空請求はがきという言われるものですね。はい、はい、あの文面としては、最初にご紹介いただいた総合消費料金に関する、はい。 訴訟という言葉があります。<え>訴訟最終告知のお知らせ。はいはい、そういう内容が入っているはがきでしたらば。えー、ぜひ三田市消費生活センターの方に。ご連絡いただきたいということで、もう一度では連絡先ご紹介します。電話五五九。五零五九。市外からかけられる方は9 9。零七九。五五九。五零五九。こちらの方にこんな。 なんか意味のわからないはがきが来ました。 それがとてもたし例えば大事なハガキだったらまたお話をしている中であそれは大丈夫ですよということでご相談乗っていただけますのでね、はい、でどれもあの秘密は守ってくださいますので、はい、ぜひあの心配しないであの気軽にまずはご相談いただきたいということで最近2月に入って3ンにも随分増えてきたということですから十分お気をつけいただきたいと思いますお願いしますお願いします,しますで今日は前半の方では商品生活センター相談員の宮下さんに仮想通貨の 関与トラブルにご注意くださいのお話を後半は消費生活ご担当の小寺さんにえ冬場に多発する高齢者の入浴中の事故に注意ご注意くださいなどトピックスをお話しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました第3月曜は賢い消費者になりましょうと題して伸びゆくサンダー15日号掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました次回は3月19日を予定しております 次回もぜひお聴きください。